皆さんこんにちは。さあついに新しい実況、ポケモンソウルシルバーでございますよ。はい。でもね、ゲームを実況する前に大切なことがありますよね。そう、説明書を読むことですよ。皆さんちゃんと説明書読んでますか？ね、説明書がない。なんでー？というわけでポプラです。ポケモンソウルシルバーのこれ買ってきましたよ。いくらだと思いますか？ブックオフで1990円ぐらい。あら、でも1000円いくんだね、みたいな。まあまあ、いけるでしょう。でも、ソウルシルバーね、何年前なんですか？ソウルシルバーは、どこかな？ 2009 年！おお！何年前？ 9 年前。あ、9年前なんだね。そっか、プラチナ飛ばして1年で作るなんてね、すごいですね。手抜きですか？そういうこと言っちゃダメ。中開けましょう。すごい。ほら、まずソウルシルバーの DS のカードゲットだぜ。入ってなかったらね、詐欺だよね。で、こっち側にはほら、紙の説明書ですよ。ちょっと皆さん見たこと、見たことありますか？ない。見なさい。見なさいってか、入ってないのか最初から。そうなのか。あと、なんだろうこれ。ACアタイプ2不良発生についてのお詫びと回収のお知らせ。なんだこれ。これソウルシルバーバージョンオリジン掛け時計。めっちゃ欲しい。これ何これ、めっちゃ欲しい。なんかちょうだい。豪華プレゼントだって。ああ、そっちは別にいいや。ダブルショーは。このルギアちゃんの可愛いじゃん。 かっこいいだって。可愛いじゃん。かっこよくないよ。どういうこと。欲しい。ヤフオクで売ってないかな。後でちょっと調べてみるね。いくらなんだろう。裏は何がある。深海のルギアだって。風のルギアじゃないんだ。風のルギアは今年の映画ですね。ね、これ。ポケモンワールドチャンピオンシップ2010だって。なんこれ。大変そうだね。よくわかんないや。よいしょ。あ、なんか開くよ。お、ピカチュウと金銀だ。おー、すげえ。でも本物の金銀じゃないでしょ。まあ、そりゃそうだよね。そんなのがね、簡単に配られてたらすごいよね。この Wi-Fi コネクション。ああ、Wi-Fi。懐かしいですね。今もこれ、機能はやってないんだよね、確か。この普通の DS のは。だよね。ということで、まあ、ポケモン実況、シャープ0ってことで、こちら、説明書を読む回です。さあ、早速ね、どんな説明書か見ていきましょう。1ページずつ見ていきましょう。はい。この度は、任天堂 DS 用ソフト、ポケットモンスター、ソウルシルバーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよく読み、お読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。なお、この取扱説明は大切に保管してくださいってことで、よく読んでください。よく読む。ここ大切。これ全部読むの？全部読むの？まあ、ここは目を通してください。まあ、強い光の刺激とか気をつけてねってね。そうそう。体調悪くなったり、あと目が悪くなったり。目が悪くなるというか目が疲れるんだよね。頭痛くなったりするから気をつけましょうね。あとは歩きながらやめましょう。ね。ポケモン GO とか特にそうだよね。心臓ペースマーカーがいる方。これは確かもう大丈夫なんじゃなかったっけ？なんだっけ？22センチ。あ、22センチなんだ。10センチだと思ってた。結構離さないといけないんだね。22センチ結構あるよね。あとは、特にはないかな。はい。次。ポケウォーカー。ポケウォーカー。って何ですか？ポケモンソウルシルバーは、赤外線通信機能がついた DS カード。赤外線通信カードを使用して、ポケウォーカーに対応しています。そうなんだ。よくわかんないや。遊ぶことができる。歩数計みたいなもんか。ないわ。タッチスクリーンの起動操作。タッチ操作が、これですね。ポンポンやることをタッチすると言います。スライドするは、こうしてやってシュッてやることですね。をスライドと言います。で、下ら辺も読んどいてください。次。おぉ、いろんなキャラクターがいる。おぉ、ポケモンとしても冒険の旅へ出よう。ポケモンの世界とゲームの目的を知りたい。操作方法、ゲームを始めたい。メニュー画面を使いたい。ボールがまた3つあるね。どういうことかしら。伝説のポケモン3つ入ってたりしてね。すごいね。いきなり伝説のポケモンもらえるゲームとか最強じゃん。で、次。通信すればポケモンの世界が広がる。近くの DS 同士でワイヤレス通信。友達ながら無理ですね。
遠く離れた友達と Wi-Fi 通信したい。もう機能してないですね。通信対応するソフトについて知りたい。あ、そうなの。ということで、次。おー、3ついる。すごい。ポケモンを捕まえて育てよう。戦闘のやり方、ポケモンの捕まえ方、育て方、利用する町や施設について知りたい。役立つ道具、GBA 版、ジムリーダーとバッジについて。で、最後、おー、これがポケウォーカー。へぇー。黒しの、白黒なんだね。で、ポケウォーカーの釣り方とかか。なるほど。あれ、僕、今回のポケモンって、最新のポケモンじゃないの？確かダイヤモンドパールが第4世代だよね。第5世代、あれ？あんたたち第5じゃないよね。だって総選挙とかいたよね。だってマグちゃんなんて総選挙2位だったし。あれどういうこと？あれで、あなたたち第何世代？いつあんた。多分リメイク版とかそういうことかな。多分そうだとしたら、そうだよね。え、でもあなたたち、第何世代？いつですかあなたたち。もうそこまで把握しないよ。あら、ルギッチじゃん。かわいいよ。口かわいいね。はい。で、こっちかな。ポケモンと一緒に冒険の旅へ。まだポケモンとは何ですか？もう大切なところですね。この世界にはポケットモンスター、通称ポケモンという不思議な生き物が住んでいます。ずっと昔から人間とポケは仲良く遊んだり、一緒に力を合わせたりしながら暮らしてきました。ということで、まあ大事なところですね。はぁ、あ。特に大事なのはここの一緒に力を合わせたりってところですね。まあどういうことかといえば、給料なしで働かせるまさに茶畜の鏡ですね。そういうこと言っちゃダメですね。はぁ、あ。ちゃんと本当に給料はね、払われてないんだよね。かわいそうだよね。しかしその生態にはまだ謎がく、若葉太郎のうつげ博士をはじめたくさんの学者がポケモンの研究を続けてきました。そんなある日、君はお隣のうつげ博士に呼ばれます。ポケモン連れて歩くと、ポケモンと人間の間何か特別な感情や絆が生まれるか調べてもらいたいというのです。ポケモンもらった君は早速うつげ博士の知り合い、ポケモンじいさんの家へ向かいます。若葉タウンからいよいよ君だけの物語が始まるのです。ってことで。そうなの。そうなのっていうか、もう昔んじゃないんですけど。ちょっと想像がつかないですね。続いてゲームの目的です。上都地方を旅しよう。上都地方をはじめとするポケモンの世界を旅して、たくさんの人々と触れ合い成長していくことが冒険の最大の目的です。ポケモンと力を合わせて、様々な困難を乗り越えましょう。あ、ポケモンがいる。後ろついてくんだ。すごい。一本間違えたらストーカーだね。気をつけましょう。はい。いろんなポケモンと出会おう。いろんな種類のポケモンを使って出会ったり、成長途中のポケモン図鑑にできるだけ多くのポケモンを記録させること。これも大きな目的です。これは前回と一緒なんだね。こっちも前回と一緒だね。最近のポケモントレーナーを目指そう。もう一つの大きな目的はポケモントレーナーとして腕を磨くことです。冒険の途中、野生のポケモンを他のトレーナーと戦うことによって、キュンポケモンも一瞬成長していくことでしょう。ポケモンジムはトレーナーの力を試す場所で、ジムリーダーと呼ばれる凄腕のトレーナーがいます。彼らを通して、真のトレーナーを目指しましょう。またトレーナーと戦うんだね。今回もいっぱい避けていきましょう。前回はね、結構ひどかったですからね。基本操作、ここ大事ですね。上画面、下画面があって。ここら辺は同じ？同じだね。基本的にね。十字も同じかな？動かしたり。大体同じかな？ X が W。ああ、一緒ですね、これ多分。ディスクリーンの操作。はい。上画面がオレンジの枠、下画面は水色の枠だって。はい。ゲームの始め方。あ、そっからなの。いきなりそっから。懐かしいね、この画面。今も私が使ってるの 3DS だから、この画面は出ないんだよね。最初から始めるだって。最初にゲームの説明があります。読めたら大丈夫を選んでください。ということです。レポート A の記録は一つだけ。なるほど。すでに別のレポートが書かれている場合は、最初から始めるで冒険を始めて、レポートを書くことはできません。確かに冒険を始めたら一度レポートを消去してください。あ、そうなんだ。あー、これ中古で買ったけどさ、ちゃんと消えてんのかな？どうなんだろうね。性別。ああ、なるほどね。名前を決める。なるほど。で、続きから始めるはこういうことですね。同じだね。消去方法。記録してあるレポートを完全に消すときは、タイトル画面で上、セレクトボタン B を同時に押す。だって。なるほど、覚えたか。マイクテスト何これ？マイクテスト。じゃあ次。メニュー画面の見方。図鑑。こういう作りなんだね。図鑑、ポケモン。で、バッグ。ポケギア。冒険の途中で手に入ることができます。
冒険を進めてポケガにカードのデータを読み込ませると便利な機能がいろいろ使えるようになります。下画面のアイコンをタッチすると機能を切り替えることができます。なるほど。今回は下画面も結構使うんだね。これは撮るの大変かもしれないな。電話だって。電話かけたい人の名前タッチして電話かけるを得ると、その人と話すことができます。冒険中、他の人が電話かかってくることになります。うわぁ。私、電話出るの好きじゃないんで、できるだけ切りましょう。電源も切っちゃう。で、マップし、あ、マップも見れるんだね。前回はあの動画からいちいち出してたけど、なんかもっと楽なのかな？ラジオだってな、これ。下画面の選曲アイコンをスライドするか、選曲ボタンをタッチするといろんなラジオ番組だって。へぇー。設定。で、主人公の名前。これは前回またね、トレーナーカード。で、レポート。レポートも今回これだよね。で、次、設定は、ここは別に特にないかな。最初設定やっとかないとね。で、次、戦闘ではメニューのポケモン画面の左上にいるポケモンが最初に登場します。勝負に勝つと戦闘に参加したポケモンすべてに経験値がもらえます。全員瀕死になると負けになり、最後に利用したポケモンセンターを戻されて、主人公も減ってしまいます。ということで。気をつけましょうね。前回のプラチナ事故あんまり全滅してないよね。数回しかしてないから、今回も大丈夫だと思います。戦闘画面は、特に変わりはないって感じかな。だね。前回と似てるところがすごくやりやすいかな。ポケモンの入れ替えは多分同じだよね。野生のポケモンも同じ。ポケモントレーナーも同じだよね。こっちも同じだよね。ポケモンの捕まえ方。野生のポケモンはモンスターボールで捕まえることができます。戦闘になったらバックからボールを選べば、ポケモンに投げることができます。捕まえたポケモンにはニックネームをつけることができます。だって。お、ポッポ捕まえてる、ポッポ。ポッポといえばポテトだよね。何の話って感じですが、私的にスビフーズのポッポが大好きで。やっぱり最近は担々麺とかよく食べるな。本当にね、よく行くんですよ。あと、昔はナポリタン焼きそばっていうのがあって、それもすごく美味しかったんだけどね。あんまり食べたことないんだけどね。すごい美味しかったんだけど、別のものその時食べてて。またあれ出たら食べたいなって感じ。あと、モバイル会員に入ると 5% オフになって結構お得になったり。あとね、ポテトとかもね、メガサイズあったり、今、ダブル山盛りポテトっていうのがあって、そういうのすごく美味しいんですよ。いくらだっけ ?280 円ぐらい ?260 円とかそんぐらいで、もうマックさんよりもね、すっごいお得なの。で、さらに、なんか昔はね、モバイルクーポンで、メガより大きい、ギガっていうのがあったんですよ。多分、ダブル山盛りより多いんじゃないかな。どうなんだろうね。そういうのもあってね、すごくお得だったりしたんですけどね、最近はないですよね。あと、フレーバーポテト。最近、海苔塩かな?そうだよね。その前が確か、コンソメだった。だけど、ポケモンと全く関係ないですね。危ない危ない。作り方なしちゃうと多分永遠に続いちゃうからやめときましょう。ということで、担々麺食べたいですね。ポケモンはこんなところにいる。ポケモン草むりや洞窟、なんか、海や湖などにいます。ポケモンとって朝にしか出てこない、夜にしか出てこないなど、あらゆる時間が決まっているものもいます。また釣り竿を使うと、水辺や波乗り中にポケモンを釣り上げることができます。ってことで。同じらへんかな。よいしょ。次。ポケモンの育て方。まず経験値。戦闘に勝つと戦闘で得たポケモンは経験値もらえます。経験値が経験値メーターいっぱいに足らるまで、溜まると、そのポケモンはレベルアップします。ということで、育て方のコツ。レベルの低いポケモンを育てたいなら、手持ちの戦闘において、戦闘になったらすぐに別のポケモンと入れ替えさせましょう。戦闘に勝てば交代したポケモンの経験値がもらえます。これで弱いポケモンでも確実にレベルを上げられます。また交換で人からもらったポケモンは経験値が多めにもらえます。など、ポケモンの進化や卵、なんかこれ、話しかけ。移動中に振り返って連れ歩いているポケモンに話しかけることもできます。ポケモンに今いる場所によって、いろんな反応し、してくれます。おー、なるほど。良いことが起きることもあるだって。喜んでるね、ひなちゃん。好きなポケモンに変えられるのかな、これ。どうなんだろうね。ちょっとわかんないな。街の施設や建物。ポケモンセンター、PC。削ったポケモンを無料で回復してくれたり。あ、やっぱり無料なんだね。どうやって利益を稼ぐんだろうね。確か謎だよね。どうやってんだろう。ねえ、ポケモンの回復してくれたり、パソコン通信ができるんだね。で、これ、フォトアルバム。フォトアルバムってなんだろう。フレンドリーショップ。これもあったね。次。なにこれ。ポケスロン。なんそれ。
ポケスロンは冒険の土地でできるようになるポケスロンドームで遊びます。ポケモンと一緒に10種類のスポーツ競技に挑戦します。なるほど、スポーツは苦手なんだよね。ポケスロンドームの真ん中の傷で参加するを選んだ後、コースを決定します。出場する3匹のポケモンを決定します。上画面にポケモンのパフォーマンスが表示されるので、コースにあったポケモンを手持ちからボックスから選びましょう。で、スタートをタッチして競技を始めます。詳しくタッチすると競技の詳しい遊び方がわかります。1つのコースで3種類の競技を行います。で、最後に競技の成績とボーナスを合計して優勝チームが決まります。優勝するとそのコースのメダルがもらえます。またポケスロンの得点はスロンポイントに変化され、景品と交換することができます。これ通信ポケスロン、通信は多分やんないですね。これは何、ボンドリンク。リンクはパフォーマンス上げることができるポケモンの乗り物です。ボンドリンクショップで買えます。ポンシェイカーももらうと自分でポンドリンクを作ることもできます。なるほど。次、サファリズドーン。これはあったよね。あ、やっぱり同じだな。サファリーボールをやっぱり使うやつだね。ここら辺同じだね。あ、泥ってポケモン捕まえやすくなるんだね。そうだったんだ。でも餌あげると捕まえにくくなるんだ。あ、そうなんだ。ストレス解消で泥投げまくってたけどね。あれはどうなんでしょうかね。動物愛護団体からなんか言われないよね。やっぱエリアカスタムって。園長の1回目試験に合格した後、冒険するの2回目の試験が出されます。え、なこれ。こんなのあったっけ？え？ね、これ。え？サファリか。え、サファリこんなのあったっけ？ないよね。え、あとで住んでるポケモン違うので、へぇー。ブロックとかいろいろあるんだね。へぇー。サファリ通信とかなんかいろいろあるね。で、いろいろな道具ってことで、ここから基本は大丈夫でしょう。しょ。で、特にこれといったものはないかな。おー、ジムリーダーの情報とか載ってますね。ここら辺はまだお楽しみって感じか、飛ばしておきましょう。通信はやらないから省略して、よいしょ。できたらいいんだけどね。ワイヤレスだったら DS2 台をすればいいのか。あとポケモンできればなんか違うところに移したいよね。ダイヤ、あれ、プラチナのやつとかなんかどっかに持っていきたいよね。ブラックとかホワイトとか やるあたりには多分そっちに移ってると思うんで、こっちに移して Wi-Fi に残すとかできないのかな。ね、そうしたいよね。よいしょ。グローバルターミナル、やんないね。よいしょ。よいしょ。通信ページが長いですね。よいしょ。ん？ポケウォーカー。ポケウォーカーね。これついて、中古でついてきてないんで大丈夫です。よいしょ。ってことで、お、読み終わっちゃった。早かったな、最後の辺。ということで、さあ、ついにゲームを実況するときやってまいりますよ。さあ、どんなゲームなんでしょうか。楽しみですね。なんて言ってもいきなりね、ひならしちゃんの方と会えるんでしょ、楽しみですね。ジュリアちゃんも後ろに連れて歩きたいなね。ということで、さあ今回はここで終わりしない、次はゲームで会いましょう。